日本東京都豊島区西池袋西池袋は東京都豊島区の町名。現行行政地名は西池袋1丁目から西池袋5丁目。郵便番号は171-0021。池袋駅西口から金目町通り西南側、山手通り東南側で西部池袋線線路北側に囲まれた地域であり、北側に池袋、上池袋、 東側に東池袋、南池袋、南側に目白、南長崎、西側に長崎、千葉や金美町にそれぞれ接している。池袋駅東口に劣らず、大衆的な商業施設、飲食、観楽店街、東京芸術劇場、立教大学をはじめとした教育文化施設、池袋警察署、池袋消防署、 豊島税務署等の観光所が集合している。西池袋から池袋駅の東西を結ぶ道路として、駅南側に南池袋に抜ける自動車、通行可能な通称びっくりガードが、駅北側に東池袋に抜ける歩行者専用通路である、増子谷水道がある。住宅地の地下は2017年1月1日の工事地下によれば、 西池袋37の子の地点で53万9千円平方メートルとなっている。一部は長崎村の一部であり、1871年に浦和県から東京府に編入されている。1932年に豊島区の一部となった。もともと中小規模の商店や飲食店の多い商店街が広がっていたが、戦後、旧豊島市藩学校を後に、 西口マーケットと呼ばれた闇市が形成されながらく残ったため東口に比べて開発が遅れた。1960年代に闇市の撤去及び区画整理が行われたものの開発はなかなか進まなかった。1980年代に入り区画整理後の区画に残った旧鉄道教習所跡にホテルメトロポリタンが建設されたのを皮切りに旧豊島市藩学校跡に 東京芸術劇場が芝浦高大高校跡にメトロポリタンプラザが建設されるなど、ようやく街並みが変わり始めた。西池袋から椎名町駅にかけての一帯は、池袋をモンパルナスとして、昭和初期の戦艦期に若い芸術家がアトリエを多く構えていた。戦時中においてはそうした芸術が不適切なものとみなされ、 多くの芸術家が太平洋戦争で戦死したこともあって、芸術運動は一旦終結した。戦後、再評価がなされるとともに、新たに前衛的な作品が生み出された。池袋駅の付近には、こうしたモダニズムの残景はすでに見られないが、郊外の山手通りに向かって、平屋のアトリエ跡が残っている。またモダニズム建築は、西池袋目白新宿区中尾茶井。 中井各町一帯にあった目白文化村にも現れている。池袋駅北口の歓楽街が取り上げられることが多いものの、現在においても立教学院や自由学園の独自理念に沿った教育が中心部の雑踏から離れたところで受け継がれている。2017年12月1日現在の世帯数と人口は以下の通りである。区立小中学校に通う場合、 学区は以下の通りとなる。なお、豊島区の小中学校では学校選択制度を導入しており、以下の指定校に隣接している通学区域の学校も選択することが可能。路線バス深夜急行バス長距離、高速バス、池袋駅西口、東武百貨店池袋店東京芸術劇場。ありがとうございます。